大丈夫ですか？助けていただきありがとうございます。突然ここでロード級が飛び出してくるとは。部隊が全滅し、一人で何とかここまで来たのですが。ところで、あなたは一体？まさかあなたが、あの噂のピルグリム？もう、ピルグリムという名前が、アークでは使われているようですね。はい！最近はあなたの噂で持ちきりです！ただの伝説かと思っていましたが、実際にお会いできて感激です。私も会えて嬉しいです。地上へやってきたニケに会うのは久しぶりです。もしよければ最近のアークの様子を教えてくれませんか？アークにとても興味があるのです。もちろんです。喜んで。命を救ってくださった方ですから、何でも聞いてください。ありがとうございます。そうですか。アークの管理 AI を脅威だと感じた人々が、対抗できる人物を用意していると。はい、秘密裏に進めているそうですが、すでに周知の事実です。アークの頭脳と呼ばれる人たちをみんな作戦に引き入れているからです。最も有力な候補はどなたですか？さあ、私もそこまではちょっと。そうですか。では、私の個人回線を教えるので、何か分かったら連絡してくれませんか？いいんですか？もちろんです。でも、私は極秘に夢中なので、私に会ったことは絶対に秘密にしてください。もちろんです。脳スキャンされそうになったら脳を燃やします。そこまでする必要はありません。いいえ、あなたは私たちの憧れです。アークでゴッテスの話を聞くことが唯一の楽しみでした。そして皆さんが人類のためにしてくれたこともよくわかっています。私の命まで救ってくださったのです。私にできることなら何でもします。そうですか。ありがとうございます。アーク最高の頭脳、地上へ引き上げる方法はないかしら。ドロシー、スノーホワイト、久しぶりだな。はい、お久しぶりです。何年ぶりでしょうか？50年くらい？それくらいになるな。なぜ私がここにいると分かったのですか？ずっと探していたから。そうですか。それでご用件は？なぜ一度も私たちに会いに来なかった？それは忙しくて。アークの情報を集めて何をするつもりだ？ご存知でしたか。私たちもアークの消息を聞くからな。アークにこの上なく興味を抱いているピルグリムがいるという話はたびたび耳にしている。あなたのことだと思ってはいたが。何が目的なんだ、ドロシー？奪おうと思って。アークを？はい、ドロシー。あ、もちろん乗り込んでいって何かをするつもりではありません。アークに私を求めさせるのです。私の力が必要な状況にします。なぜだ？私たちがアークを作り、アークが私たちを裏切ったからです。私たちを裏切った者たちが再び私たちを求めることになったら、これほど愉快なことはあるでしょうか？そのためなら、アークのすべてを利用します。利用？違いますね。もともと、私たちのものだったのですから。変わったな。スノーホワイトは、
相変わらずのようですね。体はボロボロですが。まだ人類のために地上をさまよっているのですか？ああ、あなたが私たちにくれたあの誇り。ああ、つまらない。面白い話はないんですか？帰る。あ、スノーホワイト。ゴッデスという名前を使っていないようですが、なぜですか？当然だ。あなたがいなければ私たちはゴッデスではない。待っている。君が帰ってくるまで。待たないでください、スノーホワイト。私はもう一線を越えてしまったから。